トータルウォー・ウォーハマー2、ハイエルフのティリオンの大渦巻きシナリオです。類稀なる、プレイヤースキル、もとい、単なるリロードやり直しの結果、南方の出島、グリッタリング等での僅差の敗北が覆り、決定的勝利となりました。資金2000以上に加え、魔法のタリスマンまで戦利品でもらいました。早速居留地は強化して、ヘイブンに格上げします。タリスマンは、防御を 10% 強化するものらしいです。先ほど奪われた州の支配権も奪回しました。ティリオン本体は、一旦居留地に入ります。早く北上して、エクセス教団を倒しに行きたいので、損害の少ない部隊を本体に入れ、損害の多い部隊を、別動隊に編入しておきます。隣り合った軍同士の間では上限20部隊の範囲内で部隊を入れ替えることができますので、2つ以上の軍で攻め入って、主力部隊は無傷な部隊に10個で固め、予備部隊は野戦病院にするのが上等手段です。無傷の部隊が足らないので、徴兵も行っておきます。単身敵地に潜入中の英雄、ヒーローですが、もちろん影響の確保のスパムを継続です。州の支配権を奪回したので、州令を発令しておきます。おっと英雄もランクアップできるようですね。影響の量を増やすか、行動の費用を減らすか、他にもありますね。暗殺とかも。戦闘能力を上げるパスもありますね。とりあえずこれにしておこう。ターン終了。アラリエル、姉さんから、不戦協定の申し入れです。受諾。今度はサフェリー。エクセス教団を倒すのに協力してくれるらしい。お気持ちはありがたいが、もう滅亡寸前ですのでお断りいたします。今度は、イブレス、防衛同盟。受諾。次々と味方が増えていくのは、この私の人徳なんでしょうかね。ジレンマで影響を20ゲット。お、なんか急に野党の群れが出現したようです。とりあえず他国の領内に出現しただけなので、わざわざ狩りに行く必要もなさそうです。報酬は欲しいけど、ちょっと遠すぎる。会場には美味しそうな宝探しスポットがあります。が、こんなものに気を取られていては勝てません。気になるけどね。いやいや、エクセス教団が先だ。気になるけどね。いやいや、惑わされてはいかん。敵の主力は殲滅したので、かなり兵力は減っています。徴兵もいるけど、そんなに数は多くないですね。英雄は、毎度おなじみ影響スパムです。初めて失敗しました。でも経験値は溜まって、ランクが上がるんですよね。それどころか、従者、フォロワーまで獲得しました。そういえば、勲功、もっと増やせないのかな。影響は、現在44、ですが、調べてみるとたくさん勲功が宿えます。
影響を60以上にすれば、さらに優秀な勲功が雇えそうです。戦闘系のお姫様に、魔女っ子系のお姫様。まだ雇えない。ここら辺は、もう雇えますが、優秀とは言えませんね。影響を使わない代わりに欠点があります。エルフのお家芸、宮廷の陰謀を見てみます。影響さえ消費すれば、どこの誰とでも関係改善ができるという恐ろしい才能。これで関係をガンガンと改善すると、しまいには自軍に同化するので、他のハイエルフとはほぼ戦う必要がありません。影響の確保に失敗した英雄、ランクは上がったので、技能を強化します。さっき戦闘系を上げたのですが、さっきの失敗で気が変わったので、今回は行動の費用削減の技能にします。ターン終了。外交、ジレンマがまた出ましたが飛ばします。いよいよエクセス教団にとどめを刺す日が来ました。自動解決。魔法の装備も従者もなしか。と思ったら、鎧、アーマーをもらいました。占領時にも判定があるのかな。エクセス教団、滅びたようです。儀式、ライツがアンロックされました。適切に使えば効果は大きいのですが、存在自体を忘れがちです。未消化の任務を確認しておきます。最後の任務は、先ほどの野党を倒すやつですね。儀式通過、ウェイフラグメントは、現在68、毎ターン増えるのは、建物のプラス3だけですね。資金の方は、まずまずですね。やはり軍は、金がかかる。ところで軍の費用ですが、部隊の数で決まるので、損耗した部隊を合体、マージさせれば費用は減ります。回復待ちで時間と維持費を浪費するより、マシなので割とよく使う手ですね。英雄ですが、敵がいなくなったのでサフェリーに手を出します。影響確保のためなら手上がり次第スパムです。居留地の強化を検討します。注意マークがついているのは、同じ種類の建物がすでにあることを示しています。スコップは何だろう？なるほど、クリックした後、上に出てくる建物の種類アイコンにマウスオーバーすればいいのか。弊社の方は、被っているよね。やめとこ。というか、すでに2個以上あるので片方いらないな。取り壊しておきましょう。技術の方は適当にやっておきます。ティリオン、ランクが上がったようなので軍の維持費を下げます。英雄も上がったようなので行動の費用を下げます。ターン終了。任務が出ました。このカレドールの居留地、儀式通貨の宝庫だったはずです。英雄は影響スパムを続行です。ティリオン、差し当たりやることはないので、カレドール方面に強行軍で向かわせます。野党が近づいてきたので、狩りに行ってもいいかもしれません。別動隊の方は、気になる宝を拾いに行きます。グリッタリングタワーには港がないため、そのまま出港できず、迂回してロサーンの港から出港しました。居留地の強化は抜かりなく継続です。軍事系は今はいいでしょう。
交易品の塩が増える。城兵が増える、見張りの塔。収入と秩序が増える広場。成長が早くなるホームステッド。これかな。こちらは選択の余地がないですね。産業分野、インダストリのエルフの交渉、エルブンアーティザン。収入150、交易品のエルフの装飾品、エルブントリンケット8箱を生み出します。さらにもう1スロットあるけど、どれにしようかな。まあ、こちらも、ホームステッドでいいでしょう。ターン終了。アラリエル、姉さん、すり寄ってきます。野党は、ティラノクの居留地にたかっているみたいですね。